こんな時間。いいえ、今日は本当に多くて、まだまだかかってしまいそうなんです。あなたは先に帰っていただいてもいいですからね。現状いつになるかわからないので。ありがとう。でも本当に無理しないでくださいね。本当にごめんなさい。なんとかギリギリ終わったのですが、こんなに遅くなってしまって。ロマンチックなことを言うんですね。遅くなってしまいましたし、校内の戸締まりを確認してから下校することにしましょう。呼ばれる遊園の一つですね。確かにいい風。それに星も綺麗。もう少し時間が経てばもっと出てきますね。さあ、誰か残っている人がいないか探しましょう。いくつかの教室や講堂などでは徹夜の作業の申請があったので許可を出していますが、明日が楽しみですね。ええ、そうですね。あれを忘れてしまったら全て台無しになってしまいますね。明日に備えて今日はもう帰りましょう。しましたか？え？私を？そうなんですね。
私のどこが好きなんですか？笑顔？私のすべて。あなたはやっぱり変わってるね。いいえ、何でもないです。本当に私で、私なんかでいいんですか？私でいいんですね。まずはお互いお試しからでもよければ。私のことを好きだと言ってくれてありがとう。もう何ですかそれ。別に死に別れるわけでも引っ越すわけでもないんですから。なんだかあなたが優勝したみたいですね。問題ありません。起立。
気をつけ。礼。全校の皆様にお伝えする。これより風名学園恒例クリスマスパーティーの開催をここに堂々と宣言する。今日一日は無礼校で大いに楽しんでいただきたい。ではさらばだ。なーに、余興だよ余興。メインステージの MC 様が直々に開催を宣言したのだ。まあちょっとしたノウハウとスキルがあればな。我が敬愛するあのお方も余興は必要とおっしゃっていた。俺も頑張ってイベントに花を添えていかねばな。というわけで俺はしばらく身を隠す。さらばだ。おお、同志、楽しんでおるか。うむ、お祭り好き、イベント好きの我が校の中でも3本の指に入るにぎわいだな。We'll be right back.
心配ありがとう。大丈夫です。お次は軽音部によるライブパフォーマンスだ。よろしく頼むぜ。ありがとう。準備しています。レディース&ジェントルメン、皆さんお待ちかね、クリパ恒例ミスコンの時間だ。それではエントリーナンバー順に出てきていただこう。早速エントリーナンバー1、なるほど、好きな食べ物はパンケーキなんですね。やはりクリームたっぷりですか。たくさん食べる女の子は好かれると思いますよ。では最後にご自分のチャームポイントを教えてください。
場者も残りわずかだ。次はエントリーナンバー、ありがとう。それではいよいよ次の方が最後の出場者だ。みんな拍手でお出迎え。それではご登場願おう。紫葉月城。さあ紫会長、こちらへ。ディフェンディングチャンピオンであらせられるわけですが、その点についてはどのようにお考えですか？大変光栄なことですが、意識しないようにしました。今年は今年、気持ちを一新しての出場のつもりです。生徒会長と理事長代理のお仕事を兼務されてますが、毎日大変ではないですか？辞めたいと思ったりは？大変ですが、辞めたいと思ったことはありません。学園の環境向上の一助になれば嬉しいです。至らない点も多々あると思いますが、皆様にはいつも生徒会の運営に力添えいただき、ありがとうございます。なるほど、紫会長は古典派よりも印象派の方がお好きなんですね。とてもらしいと思います。ごめんなさい、私付き合っている人がいるんです。なるほど、会長は動物がお好きなんですね。何か飼われていたりするんですか？忙しい身ですし、なかなかその機会が。いつか飼いたいですね。ワンちゃんやニャンコと戯れる紫会長、とてもお似合いのことでしょうね。代わりにぬいぐるみなどをお持ちだったりは？そういう可愛らしいものが似合うようになりたいです。それでは次で最後の質問とさせていただきます。はい、何なりと。去年優勝された後、伝説になっているのがあの告白行列事件だったわけですが、ズバリ今恋人はいますか？恋人は、恋人はいません。
それではこれで全ての出場者にご登壇願ったわけだが、この後のことは皆さんご存知であろうな。そう、投票だ。投票は一人一回のみ。やり直しは効かないから、操作ミスなどしないように細心の注意を払ってくれ。念のため投票方法を解説する。まずは各自のタブを取り出してくれ。学園公式サイトのトップに現在投票用のバナーがある。そこを選択し投票ページを表示してくれ。あとは画面に従って頼む。票数は自動的に計算され、すぐに結果を確認することができる。では投票はこれより3分の間受け付ける。それではスタート。さあ、これにて締め切りだ。集計は賢いこの学園の中央管理システムにお任せあれ。どうやら集計が終わったようだ。皆様、心の準備はよろしいか。ただいま私の手元に結果が届きました。なるほどなるほど、そうなりましたか。これを意外と感じるか、それとも順当と感じるか。それでは皆様、長らくお待たせいたしました。結果発表です。本年度クリパ恒例ミスコン大会グランプリの栄冠に輝いたのは、紫葉月城。本年度のグランプリは、いや、本年度のグランプリもう紫葉月城だ。おめでとう紫葉月城。それでは一言いただけますか。私に投票していただいた皆さん、ありがとうございました。会長選挙の時以上に緊張しました。今日は本当にありがとうございました。行動内は大変混雑しております。皆様におかれてはお足元に気をつけてご退場願います。
忙しくて外出をしている余裕はなさそうです。せっかく声かけてもらったのにごめんなさい。するところなのですが、何しろ今日やらなくてはならないのは理事長代理の職務なので、お願いするわけにもいかないのです。あなたのお気持ちはいつも嬉しく思ってます。ありがとう。そしてごめんなさい。ございます。朝からのメール失礼します。家の都合で今日から年始まで本島へ行かなくてはならなくなりました。あなたには申し訳ないのですが、そういうわけで本年中はもう会うことができません。私のことは気にせず、大事な冬休みを楽しんでください。それではまた来年会いましょう。良いお年を。
夜遅くにごめんなさい。今から会えませんか？校門の前で待っています。ごめんね、こんな時間に。あなたに会いたくなって、でも時間もなくて、考える時間もなくて、気がついたら呼んじゃってた。本当にごめんね。でもお願い、夜のデート付き合ってもらえないかな。うん、ありがとう。ね、私行ってみたいところがあるの。やってるよ。だから行ってみたいの。ね、行こう。すごいよね。あんなに遠くにあるのに、この波の一員になってるんだもんね。すごいな。え？どうして？そんな。大層なものじゃないですよ。遥かなる月、名前？葉月、私の名前。手の届かない遥かなる月。ニュートンは万物を引きつける力だと思ってたものが、アインシュタインに歪ませる力だって説明されて、リンゴも月も大変だね。あなたってロマンチストだよね。素敵なところあるっていうか。褒めてるのかな？感心してるの？そうそう、それは間違いない。ううん、この街の景色ももっと見たいけど、まずはこっちこっち。コンビニって昼は入ったことあるけど、
一度夜に来てみたかったの。あなたは夜に来たことある？いいなあ、憧れだったの、夜のコンビニ。だってせっかく24時間もやってるのに、そのうちの半分しか知らないなんてもったいないじゃない。コンビニはやっぱり夜よね。うん、遊び足りないかな。ねえ、あなたってゲーム得意？じゃあさ、うん、初めて。すごい音だね。うん、私はあまり上手じゃないと思うから。それよりあなたがやるところ見たいな。ねえねえ、これなんてどう？なんだか難しそうだけど、かっこいいね。私も剣道とか習ってたら楽しかったかもな。興味はあったんだけどね。でも、やっぱり危ないって。遊んでたみたいに疲れちゃったよ。綺麗だよね、風名島。よかった。ここからの景色は私も大好き。夜に来るのは初めてだけど、やっぱり素敵だった。空気？空気が気持ちいいか。うん、そうだね。気温だけじゃなくて、空気もきれいにしてくれてるけど、でも、そういうシステム的なことじゃなくて、空気、なんだね。
やっぱり結構カップルがいるね。こんな時間に外をうろうろしてる学生がいたら問題になって風紀委員に絞られるね。まして異性と一緒だったなんてことになったら不純で不良。うん、大変だね。夜にコンビニ行くのも夜の街を歩くのも、その上それが男の子と一緒だなんて、本当無料いけないこと。わからない。でもずっとそういう風に言われてきたし、そういう価値観が染みついちゃってるかな。本当のところはわからないよね。私にとってはあまり関係ないかな。昼でも夜でも誰と歩いているかが大事なだけで。こんな風にね、夜のコンビニに行ってみたり、男の子と夜の街を歩いてみたり、公園でお話ししたり、人それぞれだとは思うけど、普通の女の子ならやってそうなことがすごく憧れだった。みんなは私を憧れのみたいに言うけど、私の方がみんなに憧れること多いかな。時間がもっとあればな、もっともっといろいろな普通の人がするような普通の経験がしたいな。言うのって嫌味になるのかな。あなたって面白いね、やっぱり。でもありがとう、そう言ってくれて。ちょっとずつ。あなたと話してると発見が多いな。そういう見方もあるかみたいな。聞かせてやりたいものだよ。うんうん、ん？そうだね、親もそうかも。月は太陽を追いかけているのかな、それとも太陽が月を追いかけているのかな。単なる物理現象なのに人間って想像力豊か。そういう話は好き。いいね。誰かいると面倒になるしね。こっそり帰らなきゃ。ありがとう。じゃあね。
冬真っただ中の本島はかなり冷え込んでいます。北の方では雪も積もっているようです。後の飛行機ですぐに立ちました。会場の天候も落ち着いていたので遅延もなく時間通りでした。体のこと気遣ってくれてありがとうございます。あなたも笠名島の気候に甘えずご自愛ください。また遅くにごめんなさい。今から会えませんか？
お願いします。待ってますね。ごめんね、またこんなに遅くに。今日の夕方頃にね。やっぱり風名島はいいな。本島はこの時期は寒くて、風も強かったからなおさら。でもごめんね、ちょっと外出するのに手間取ってこんな時間になっちゃって。私の都合で申し訳ないのだけど。それはやっぱりちょっとね。バレたら怒られちゃうかな。でもそれは私の問題、気にしないで。意外？ああ、なるほど、いい子ってことね。でもそうだね、紫葉月ってそういうキャラだもんね。たまにはキャラを外してるのもいいじゃない。ダメかな、もしかして嫌われる？ありがとう。さあ夜は短いし思い切り楽しもう。さすがに夜になると閉まっている店舗もちらほらとあるんだね。コンビニみたいに全部が24時間営業というわけではないんだな。もうすでに楽しいよ。昼と違うっていうだけで、どうしてこんなにワクワクするんだろうね。ねえねえ、どんなお店が開いてるか一緒に見て回ろう。そういえばお腹空いてない？大丈夫？私も平気。それにお腹空いても我慢しないとね。こんな夜に何か食べたら太っちゃうもの。いいよ、あなたって天然だよね。それ言う人によってはセクハラだよ。それがセクハラの難しいところだよね。間違いなく誰が言うかによって変わるから。ねえねえ、ほら、あそこ行こう。今日はね、ちょっと一緒にやりたいのがあるんだ。さーて、どっちでしょう。こっち来て、一緒に入って。おー、中ってこんな風になってたんだ。その様子だとあなたも初めて？そうなんだ。でも私は女の子だけど、一度もやったことないから
あんまり変わらないね。実はゲームセンターに入ったのもあなたとが初めてなんだ。ほら、あの年末のデートの時にね。ね、どう？それは私っぽくない？ゲームセンターとか行ったことなさそうだったでしょ？イメージって殻だよね。そう、卵とかの殻。時に自分自身をすら、私はこうだからっていうイメージで縛っちゃう。知らないうちに、または自覚した上で自分っていう存在を規定して型にはめちゃう。そういうことってあるよね。だから本当の自分を見失うこともあるのかな。ねね、それよりスマイルスマイル。どうしたの？ほら、硬いよ。もっと笑って。え？あ、先に支払いを済ませないといけなかったのね。お食事やお買い物って最後に支払いを済ませるものだから、てっきり同じだと思ってた。あるわよ、自動販売機。一度くらいな。でもなるほどね、そういうことならわかりやすいね。他のゲームでも先にお金入れてたもんね。じゃあ、え、まだなの？うん、それでお願い。あ、カウントダウンが始まった。ほら、急いで。ほら、あなたも笑って。あ、表情かなり硬いな。今度こそスマイルスマイル。今度はどうかな。すごく差があるね。つまり今撮った2枚のうちの好きな方がプリントされるってことなのね。最初に撮ったガチガチに硬いあなたも面白いけど、やっぱり後に撮った方が残したいな。いいかな。綺麗に印刷されるものなんだね。ありがとう。今日はこれで満足。また今度ね。そうだね。でもそれもいい思い出になるね。とっても楽しかった。
その表情がさっきも出てたら完璧だったのに。ううん、大丈夫。いつでも見られる笑顔のはずだしね。もうこんな時間。できなくて。とっても楽しかったよ。やっぱりいいね、デート。うん、ありがとう。突然呼び出したのに、今日はありがとう。やっぱりこれ、持っててもらってもいいかな。だったらきっと捨てられてしまうから。とっても大事なの。だから持っていてほしいの。いらないってことじゃないの。ダメかな。ごめんね。そうだったね。ありがとう。いつもありがとう。おやすみなさい。気をつけて帰ってね。ここ以外、島内で夜に賑やかな場所も少ないし、こういうところでみんな遊ぶっていうじゃない。公園や山や海でももちろん楽しいけれど、今までほとんど縁のなかったこういう場所で遊んでみたいの。あなたはもしかして飽きちゃってるとか。あるみたいだったけど。それってもうなんか出てくるのは別人だね。でもそういうのも面白そうといえば面白そう。なんていうの、ネタにっていうの。そうね。でもやっぱりやめておく。せっかく取ってもまた預けることになっちゃうし。うん、そうだね。
閉まっているお店はちゃんと消えてるんだね。ねえ、これとかどうかな。うん、例によってそのやったことないんだ。大きな声出せるかな。私のハードルも上がっちゃうよ。うむうむ、そうやって端末で曲を選んで決定を選択すればいいんだね。知らない歌だったから確かなことはわからないけど、変な感じはなかったし。そうなんだ、テレビもあまり見ないからごめんね。でもいい歌だね。こういう歌が流行ってるんだな。これなら歌える。ありがとう。
みるね。あなたの新たな一面を見た感じ。真剣に聞いてたよ。だから多分大丈夫かな。うん、そうだね。楽しく歌えばいいんだよね。ちょっと気が楽になったかも。上手に歌わなきゃって強く思いすぎてたかも。楽しかったな。私もそれ思った。もっと一緒に歌える歌を増やしたいね。うん、ぜひ。ないよ、まだまだだよ。もしうまくできてたんだったら、それはあなたの教え方が上手だったんだよ。また教えて。新しい歌を歌って聞かせてほしいな。今日もありがとう。休みも残り少なくなっちゃったけど、少しでも一緒に過ごせるといいな。こんな風に？あ、ちょっと待って。
こんなに突然。ありがとう。そう言ってもらえるとやっぱり安心というかほっとするかな。そう、定番なんですよね。あなたは定番に飽きていたりしませんか？それがいつも不安で。うん、そうだよね。あの。ちょっと待って。その通りだけど、仕方ないか。あんまりこっちを見ないようにね。見てないよね。見ちゃダメだからね。本当にダメなんだからね。水着をちゃんと着てるのになんだか恥ずかしいね。それにしても振り向いた時しっかりこっちを見ていたみたいだけど、その言葉を信じるからね。油断大敵。キラキラと輝いてとっても綺麗。定番だけど定番じゃない、そんな感じになったね。ねえ、あなたって泳げるの？うん、実は苦手とか。手つきやらしいよ。まったくもう。そっか、あなたは笠名島に来る前は東京だったもんね。水泳の授業はプールだもんね。なんていうのかな、行政区上は東京都だけど島の人は本島の東京を東京っていうこと多いの。島嶼部はそれぞれの島の名前で呼ぶ感じ。笠名島はあくまで笠名島って。そんなには慣れてないかな。私も小さい頃は東京の、つまり本島の東京の学校に通ってたから、つまりプール育ちなの。ここ数年この島に来てからかな、ちゃんと海の泳ぎ方を習ったのは。うん、
全然。海は波があってとっても楽しいけど、その反面危険もいっぱい。だから月が明るいとは言っても夜の暗闇の中で泳ぐのはやめておいた方がいいかも。あなたは平気かもしれないけど、私はまだまだ不安かな。うん、そうだね。ねえ、まだ遊び足りないけど、喉が渇いちゃったから少し浜で休もうか。それじゃあ炭酸のジュースいいかな。お財布は荷物のところに。ありがとう。揃いだね。それじゃあ、えい、それじゃあ乾杯。なんだろう、素敵な海に。うんうん。炭酸ってすごいな。ものすごくシュワシュワするよね。やっぱり炭酸ジュースって意外だった？やっぱりそういうイメージだよね。でも事実だしね。普段はこういうの一切飲まないんだ。家でも絶対出てくることないし。もちろんお茶も好きだし美味しいけれど、みんなが美味しそうにしているのを見ると羨ましくなっちゃう。させてないといいのだけど。珍獣扱い？私はちょっと恥ずかしい。あなた以外には言えないな。炭酸ジュースが飲んでみ、それこそベタなお嬢様って感じじゃない？実際そうだから余計に恥ずかしくなるけど。自分をそうだね。そうなんだろうね。すっごく綺麗。ただでさえ美しい海なのに、そこに風名島は妖精までいるから贅沢だな。うん、ほんとそうだよね。こういう特別な時じゃないと飲めないから、なんだかとっても美味しく感じるんだよね。うん、喉が潤ったら、またもうちょっと遊びたくなっちゃった。まだもう少し時間大丈夫だし、ね、いいでしょ？私だって本気出しちゃうんだから。えいえい、これでどうだ！なかなかでしょ？顔を伏せて指摘しないと。ガン見してたよ。ああ、開き直ってる。でもこう、さっと顔を。そんなに力を込めて言われると余計恥ずかしいよ。あなた、そういうとこ
ところが面白いよね。普段はひょうひょうとしてるし、反応鈍いことも多いのに。得てしてそういうものだよね。自分じゃわからない。子供向けの漫画とかだったら、ここでエッチって言いながらビンタが飛んでるところだからね。でもお試しだからアウトとは言わないけれど、ファールかな。すごく楽しかった。変な間を取らないように、普通に楽しかったって意味なんだからね。ううん、今私の反応を見てニヤニヤしてたもん。目が、目を見ればわかるもの。あなた嘘つけないから。前にも言ったでしょ、あなたのことはお見通しって。わからなくなるよりいいから気をつけなくていい。送ってくれてありがとう。それじゃあおやすみなさい。
ありがとう。相変わらず優しいね。ねえ、ちょっとお散歩しよ。夜のお散歩もいいじゃない？風名島って東京ほど昼と夜の空気に差がないけど、それでもやっぱり夜の方が気持ちいいよね。そうみたい。温度や湿度の調節だけじゃなくて、簡単な空気清浄もしてくれているらしいの。本当、そうだね。たまにはのんびり過ごすのもいいかなって思って。明日は始業式だし、疲れてしまってもなんだしね。大丈夫かな？お部屋とか私が入っても。よかった。お邪魔します。あ、お構いなく。ストレートで大丈夫。ありがとう。いい香り、いただきます。大丈夫。うん、この映画名前は聞いたことあったけど見たことなかったし、ちょうどいいかも。当時結構評判良かったんだよ。しないよ。うん、うん。二人、うまくいくのかな？
しいね。じゃあやめる？正直だな。好きになることなんてなかったのに、あなたは不思議。距離の取り方なのかな。うまいよね。こっちの話だからいいの。そう言いながらしつこく聞いてこないもんね。逆にちょっと迷ってる時なんかは絶妙な間の詰め方をしてくるっていうか、踏み込んでくることもあるよね。でしょ？だからこっちの話って言ったの。あくびって映るよね。
はい、どうぞ。ここで？確かに久しぶりですね。年末以来ですから、そう感じるのも無理はないかもしれませんね。それまでは毎日のように会っていましたからね。なかなかここ以外で会う機会もなかったですし。で、デート？そうですね、なかなか時間もないとは思うのですが、そうでないとお試しにならないですしね。過ぎじゃありませんか。ちょっと恥ずかしいことをあまり言わないでください。私のことを見つめて黙っちゃわないでください。なんか変な風に意識させられるじゃないですか。え、これからですか？残念ですが、そういうわけには。今日はまだやらねばならない生徒会の仕事もあるので、申し訳ないですが。まだ早いです。そういうのはもっと時間をかけて。そういう話じゃありません。お付き合いっていうのは、もう少しじっくりと。そうですね。もちろんです。まだ早いです。そんな夢みたいなことを。早いです。早すぎます。一つ提案をさせてほしいのです。お試し期間ということでお付き合いさせていただいてますが、その期間を2月12日の恋パまでとするのはどうでしょうか。一応というか、しっかりというか。何の話ですか？昨晩って、どういうことでしょう？え？私、あなたの部屋で、一緒に何を？待って！ちょっと、待ってください。え？あれ、それって、どういうことですか？もしかして、私も、あなたも、裸に？そんなわけないです。だって、その時間私は家で寝てたはずです。それにそれは、ちょっといけない夢だったはずで。
誰にも話してないのに、どうやって知ったんですか？何か他人の夢を見ることができたり？そんな、じゃあ、まさか偶然同じような夢を見てしまった。確かにちょっと倦怠感と疲労感は著しいですが、睡眠は毎晩しっかりとってますから。デート毎晩？ないですよ。だってデートなんてまだ早い。もっと学園で会って、それからじゃないですか。デートは紫葉月として、それが当然。よくわからないですが、不思議なこともあるものです。よくよく考えれば、そう、理性的に考えれば答えは一つでした。やはり私たちは同じ夢を見てしまっていたようですね。現代の科学ではなかなか解明しづらいかもしれませんが、そういう話を聞かないわけでもないようですし、テレパシーというんでしょうか。意識の共有と言いましょうか。もしかしたら私があんなみだらな夢を見てしまったのも、あなたの影響のせいかもしれません。これ。これも夢じゃないの？私はそんなことはしない。紫葉月はそんなことしちゃいけない。あれは自分じゃないわ。どういうこと？ごめんなさい。今日はちょっとこれで。
こんにちは。今夜はいつもよりも連絡が遅くなってごめんなさい。まだ起きてますか？もし起きていたら、今夜も会えませんか？校門のところでしばらく待っています。までを記録しておきましょう。ごめんね、また呼び出しちゃって。お、ああ、昼のことだよね。ごめんね、心配かけちゃって。今日はいつにも増して遅いし。うん、そうだね。まあそんな感じかな。少し時間がかかっちゃったかも。ん？大丈夫？ありがとう。でも大丈夫。うん？月が綺麗ですね。さすが。直球だね。そうだね、そうかもしれないね。ん？夢かなって思ったの。素敵な夢を見ていたと思って、それでびっくりして。私に、あなたにとっての私って誰ですか？それがあなたの答えですね。
認識できて落ち着きました。あれはやはり夢としか思えない。昨晩もあなたは私に会いましたね。
こんばんは。まだ起きてるかな。ちょっと窓の外見てください。一度やってみたかったんだ、この来ちゃったってやつね。こういうのってちょっといいよね。けどなんだか反応悪いな。あれ、そう？いつもこんな感じでデートしてなかった？うん。ええ、もちろん。なんだったっけな、多分また今度だった気がする。あれ、違ったかな。うん、よかった、ちゃんと覚えてた。私は誰？私は誰？そっか、私は紫葉月じゃないか。私は春日なのかな、多分。ごめんね、私は。ごめんなさい。開けてもらっていいかしら。いいから。いきなりごめんなさい。私がそういうことするタイプに見えますか？ことするタイプに見えますか？構いなく、っていうか私がやります。寝ぼけてやけどでもしたら危険です。細心の注意を払っています。男性の部屋に入るなんてありえませんから。嫌とかデモとかじゃないです、ありえません。
糖やミルクはいらないんでしたっけ。はい、どうぞ。そうですよ。どうもあなたのペースにはまってしまって落ち着いちゃいましたけど。昨晩あなたの夢を見ましたよね。じゃあその部分にはこだわりません。昨晩私に会いましたよね。まさか。私、ある日って。ごめん。ごめんなさい。そんなはずないの。私は、ある日じゃない。ごめんなさい。ちょっと一人にさせて。どうし？やはり来たか。まあ落ち着け。紫城なら本日は休んでいる。ようやく俺の話を聞く気になったな。俺の情報を疑う理由はあるまい。そこまでは確認できていない。しかし相当に珍しいことだ。あまりというか初めてだな、紫城が休むのは。同志こそ何か知っているのではないのか。うん、春どこでその名を。いや、まあいい。お前がその名を知ったということは何か意味があることなのだろう。いや、これは俺の口から言うことでもないな。今年は、そうか、年が変わってちょうど10年か。どうしよう。10年前だ。10年前の新聞を調べてみろ。春日という名はそこで確認できるだろう。俺が言えるのはここまでだ。調べた後どうするかは同志自身が考えよう。ではさらばだ。同志に幸あれ。Thank you.
ループ課題提出しないと単位やらないって脅されてるんだよ。ねえ、ひどいと思わない？どうしよう、焦るな。どうせ昼休みは多忙だ。ん？何の話？もしかして何か用事あった？我々も課題を乗り切ってこそ私生活の充実もあるというもの。うん、面倒だけどそうしてもらえると助かるよ。どうしよう、心配はいらん、焦るな。心配かけてごめんなさい。昨日はちょっと気分が悪くて、とても登校できるような状態ではなくて。ええ、恥ずかしいことです。死んだわけでもないのに寝込んでしまうなんて。冗談です。だいぶマシになりました。でもおかげで業務が溜まってしまって。決済を求められたり、陳情を受けたり、二日分が溜まってしまいました。学園の皆さんにも大きな迷惑をかけてしまって、もう少し強くないとダメですね。普段の私は、それで、何の話ですか？それだったらもう大丈夫です。心配をかけたのは申し訳なかったですが。何かわかりましたか？ここまでを記録しておきましょう。